バイオハザード RE4。 皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ついにやってきました、バイオハザード RE4 リメイクの4ですね。もうめちゃめちゃ楽しみにしてました、この情報が出た時から。本編はね、もうちょっと先、2週間後くらいに発売なんですけど、今回ね、デモ版ということで、チェーンソーデモ、チェーンソーマンとのコラボかなって思ったんだけど、関係ないっぽい。とにかくね、もうバイオは4が一番神ゲーって今まで言われてきて、それのリメイクめっちゃ楽しみだね。早速やってこうと思います。スタートゲームのバイオハザード4、いつ言うんかな。やっていきます、ニューゲーム。いつでもいいぞ。ない感じ。1998年9月30日ほう、忘れられない日だ。レオンの声か。警官としての俺が死んだ日、アンブレラが流出させた生物兵器によってレオンだね。ラクーンシティは崩壊した。イケメンだな。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして、政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。ほう。俺に選択肢はなかった。かっけえ、レオンかっこよすぎるだろ。長く厳しい訓練と過酷な任務、うん、望むところだったかっけえ、望むところだった。後悔を少しでも忘れられるなら俺は救えるのだろうか。ああ、今度こそ。いやー、もうちょっと待って、めっちゃ楽しみなんだけど。もう今いろんなシーンがもう頭に浮かんできた。バイオハザード4の未曾有の生物災害、ラクーン事件から6年、アンブレラ社が引き起こした惨劇を生き延びたレオン・ S ・ケネディは政府のエージェントへと成長していた。今日からレオンのこと S って呼ぼうかな。この S だけ取ってやめよ、誰かわからんわ。彼に与えられた新たな任務は誘拐された大統領令嬢の捜索。これがアシュリーだね、金髪の女の子。最後の目撃情報をもとにレオンはヨーロッパのとある山村に向かう。外界と隔絶された村で待ち受ける狂気と悪夢を彼はまだ知らない。かっけえ髪の毛ちょっと切ってから行った方がよかったんじゃない。これ右からゾンビ来たらもう襲われるだろ、見えなくて大丈夫かな。やってきます、スペース。うわー、もういきなりやばいレオン、かっけえ。警官を探す。え、こっち戻れんの。あ、ちゃんと車見れる。これが、なんか事故ってない？大丈夫レオン、お前事故ってそんな顔してんの。おー、しゃがむこともできるわ。あ、これ以上奥はいけないっぽい。今でも銃とか何も持ってないんじゃないか。アイテム欄とかも開けないけど。ポリシア。何ポリシアって。ポリス的な？ポリシアって何？ポリシー IA ってこと？どういうこと？まあ、や、行きまーす。すーげーリアル。へぇ。これは最初の場所ではないよね。なんか、橋の近くだったよな、バイオの4の始まり方って。だからこれは体験版だけのマップだったりするのかな。それとマップがもう結構変わってんのかな。うーわ、これはすごいぞ。あー、カラスがいるね。バイオ4といったらカラスだもんね。カラスイコールバイオ4みたいなとこあるもんね。カラス4みたいなとこあるもんね。それはないか。さあ行くぞ。なんだこの木。お、走ることもできると。ちょっとでもビレッジのマップっぽいな、ここ。どこまで行ったんだ。うわー、でもレオンの声がちょっと変わってるよね、これ。低い声になってる。かっけえな。でかっカラス、カラスの大きさもうやばくない？これゾンビ化してんじゃないのこれ。ここが村か。どこまで行ったんだってことは誰か追いかけてる。なんだ？なにこれ？おいおいおい。調べることができる。近くで見んな、そんな。閉じる。すごいな。近づくメンタルすごくない？恐ろしいことが起きてるに間違いないな。カラスの鳴き声もなんかすげえ枯れてるもんな。だいぶ酒焼けしてるカラスだぞあいつ。うわー、しゃがむ。はい、危ないぞ、気をつけろ。ここで立ったりしたらダメージ食らうからな。はいはいはい。あ、なんかアイテムっぽいのない？あ、罠だな。もうナイフ取れるか。
取ってけ、これでもいいから。ゾンビには効く絶対。あー、やばそうな家がありますね。これ正面から入るのは大体間違いなんだけど、今回は正面から入っていいパターンか。正面から、あーでもあんまりズタズタ歩いたら、ズタズタ歩くって効果は合ってる。まあ意外とね、あの罠とかが仕掛けてあったりするときあるから、バイオハザードって気をつけた方がいいんだよ、ゆっくり行った方が。行きましょう。開ける。これはどこなんだ。怖、雰囲気めちゃめちゃいいな。結構最初の方に、おい勇気あるな。結構最初の方にさ、おい閉まったぞ今、完全に閉まったよね。結構最初の方にさ、バイオハザード4っていうのはおじさんに出会うんだけど、うわなんか奥もあるけど、こっちも開くからここから入ります。開かない。あ、いた。やば、いやーこれは怖い。なにこれ、動かすことができる。なんか書いてあった、なんか書いてあった、おい、なんか書いてあったぞ裏に。なんで書いてあんのこれ。スペース、チャーム、裁きは来たれり。なにこれ、だいぶ雑だぞ。呪われそう、だいぶ雑とか言ったから。あ、なんか奥も見える。今何やった、壁殴った、イラついてんのかな。なんか声しない今、なんかゾンビっぽい声した気がする。そこレオンの声か今の。おい危ない危ない危ない、どうすんだ、釘とか出てたら扉から。今ので怪我してもう入院しなきゃいけないぞ。なんだ、誰の声、ゾンビの声か。おい、やばそうな扉あるけど。うわー、絶対開かないパターンでしょ。はいはいはい、鍵が必要なパターンね。あ、なんか書いてある。おい英語 AI、 そっちじゃない、調べられないのかこれは。何、あーうん、わからん。ちょっとバイオの英語は読めないっていうあんのよ、そういうのが。ほら釘いっぱい出てんじゃんこの扉、危ないぞ。罠だらけだ。何を捕まえる罠だこれは。あっあっ、第一村人発見。ここは無言。勝手に入ってすまない。ね、本当だぞ、不法侵入だ。レオンが一番怖いよこれ今、相手からしたら。ボスはウンポルシア。ビラキ。喋れんだ。このおっさんゾンビなんじゃないか。バイオ4のセオリー的に言うとそうだけど。元警官？血すごいけど。あ、あ、あ、うお、危な。いえ、そんな急に。いいよ、ナイス。つえ。あ。急にグロ。突然グロ。おい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 。噛まれたまた一人。何が起きてる。いや、何が起きてるじゃねえって。お前が蹴ったんだよ。お前が蹴ったせいだぞこれは。でもこのおっさんゾンビではなさそうだったな。ゾンビはあんなスニークなんかしてこないだろう。誰かに操られてんのか。おわーお、銃持ったね。ここまで忘れてました、レオンは銃持ってること自分が。わーお、ひどい匂いだ。皆さんダイエットしたいときはこれ見てください。はい、食欲が落ちると思います。これナイフとかはないの。ナイフがナイフ、あ、アイテム、あ、あるじゃんナイフ。調べることしかできないけどてかちょっと待って、こっち側も扉あんのか。ここは、あー、ここさっきの場所か。はい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 、ここの鍵ということね。使う。さあ開けてと。なんかいっぱい書いてあんな言葉。神からのお告げか。あー、想像以上に怖いバイオ4ってこんな怖かったっけ。いやー、いいね、最高にワクワクすんじゃん。おー、なんか良くないロープがいっぱいぶら下がってんの、上から。なんだなんだ、ネズミ、ネズミだ。基本的に害のない動物は撃たないって決めてるからね。なんだ、なんか声したもんな。
おい、あ、警官は別のやつか。誰に襲われたんだ。うわ、噛まれてんな。どうした。やばい、次々と。おい、返事しろ。また食われた。どうなってるんだ。やっぱあのおっさんはゾンビではなかったのか。あのおっさんは知ってんのかな、ここに警官が来たことを。だって通んないと無理だもんね、ここには来れなかったもんね。銃を構える、撃つ。オッケー、もう戦闘始まんのね。いいだろう、やってやろう。おい、どこだ。なんだ。うわ、なんだ。絶対に来てんだ。気をつけろ、気をつけろ。あー、まずいわ。怖い、怖すぎる。マジか、マジか、マジか。あー、マジか。いきなりヘッドショットやったのに、ちゃんと。え、ナイフ、ナイフ。一体あぶねえ、死んでねえ。これでゾンビになったってことかな、もしかして。回復アイテムないんだっけ。あー、救急スプレーか。いや、まだだ。使い時ではない、まだ。まだ大丈夫、まだ死なない。あー、声すんね。あおっと、いるね。え、おっさんの分身、おっさんの分身だったの今、完全に。他にもいんのか。てか、このゲームもしかしてスニークできたりする。あのおっさんがスニークしてきたのはまさか伏線か。これ何、南京錠みたいなのあるけど、とりあえずこっち行けってことだよな。はい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 、落ち着いてこう。あ、ナイフできた。いいよ、素振りはバッチリ。もう階段で済んだ、階段で。足は悪いから、ここ転げ落ちて死ぬぞ。あ、でもここの内装、最初のバイオ4の家に似てる。この2階がある感じ。窓から飛び出るんだけどさ、この後。でも この家では窓から飛び出たりしないか。誰かいるか。なんだ、事件を調べてんのか、なんか。HQ、 こちらコンドルワン。こちらハニガン、状況は。ターゲットは大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。あ、今のアシュリー。いいニュースだわ、さすがね。湖に手がかりがありそうだ、誘導を頼む。了解、付近の情報を調べる。急いでくれ。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。もう最初から気づいたでしょ。やばいやばいやばい。うわぁ、悪いな、また後で。うわぁ、おぉ、え、誰、新入り。あー、やばいな、この量。邪魔した。この量やばいぞ。飛ぶぞ。うわぁ、このシーンあんだ。かっけぇ。そうだよ、バイオ4って言ったこのシーンなんだよ、俺的に。窓から飛び出るシーン。諦めを知ってるゾンビだな。何かいつもと違うのを感じたね、今レオン。俺も感じたよ。ゾンビ諦め知らないからね、普通。はいはいはい。あ、なんかアイテムとかある。回復アイテムもうちょっと欲しいんだけど、まあ、こんなとこに落ちてる回復アイテムなんて回復しねえか。いやー、でも若干ダメージ食らっちゃったからな。うーわー、ここめっちゃバイオ4だな。誰かが血が出てる状態で歩いたのか、それとも何かを引きずったのか。気をつけろ。怖すぎる。足場悪すぎるだろ。ゆっくりな。ちゃんとレオンが下見ながら歩いてる。すごい、つまずくことに恐怖を覚えてんだ。多分一回くらいつまずいてこけて死んだことあるんだろうな。こんなにバイオ4プレイしてるプレイヤーがいるなら一人くらいいそうだもんね。うわー、待って、ここマジバイオ4だな。あ、なんかね、バイオ4ってカラス撃ったらアイテム出るんだよね。いやー、でも害がない動物は撃ちたくない。害がない動物はね。カラスが俺のことをぶん殴ってきたら撃つよ。はい、なんだこの弾。いいね、リロードしとくか。よし、さあ入ろう。お邪魔しまーす。おお、実家だ。え、セーブできない。は、実家に帰るの禁止されてる。あ、嘘、実家の鍵が開かないみたいな感じじゃないこれ。え、ショックなんだけど。体験版だからかこれ、それとも敵が近くにいるから、どっちだ。体験版だからっぽいか。うん、敵は近くにいなさそうだもんね。うわー、なんだなんだ。でも明るいな、意外と。はーい、あ、なんか声聞こえんな。
やーべえ、そうなんだよな。バイオ4のゾンビは結構喋る。ワンちゃん助けるシーンないの？ワンちゃんっていうか狼みたいな感じか。ここなんだろう、足洗い場。助けるシーンないのか、今作では。4ではあるんだけどな、リメイクもので。はよし、何とかの弾8発。うわ、森蔵だ。森蔵がいる。森蔵がここにいる。語彙力どうした俺。わあ、なんか怖いな、恐ろしいな。しゃがむ立つ、オッケー。もうしゃがんでるよ、言われる前から。じゃあスニークできそうだからちょっとやってみる、一回チャンスあったら。あ、なんだ、どこにいる。声聞こえるけど見えないな、姿は。お、蹴るな、音がすごいだろ。金だ、蹴るな絶対に。音めっちゃ立てたぞ。スニークやりたいって俺の気持ち聞いてた。あとめちゃめちゃ罠があることあるから。おい、気づかれた。いたんだ。やばい。わあ、やばい、めっちゃ向かってくんなこいつ。あ、待って、蹴れそう。あー、待って、蹴れる。わあ、いいね、バイオ4だね。やば、危ね、蹴れ。さあ、でナイフでとどめを刺す。これがバイオ4の戦い方よ。おい、ちゃんとグロい。ナイフでとどめ刺すと、ちゃんとグロい。ガンパウダー、敵がアイテム落とすパターンか。なんだ、大丈夫か。まだいるね、まだいるね。岩ゴロゴロ来るか。やべえ真ん中歩いてれば絶対罠に引っかかんないのに、ここほんとクソだよ。しかもこんなでっかい罠に。あ、待って、めっちゃある。あれ、真ん中じゃなくても引っかかる。いや、ない、大丈夫だ、安心しろ。ないなんかいそう。危だ。こいつ、おれ。しゃあ、んで、あ、死んだ。斧は取れないのか。あ、ハーブなんだこれ。あ、なんか船長体験できそうだぞ、これ船長体験できそうじゃない、火事切ってみたいな。レオン、船長体験しなくていいの。しなくてよさそうだ。そういうの興味ないのか。ちょっとこれ、あー、でもハーブないのか。そろそろハーブが切れてきたからな。ハーブ食ってハイテンションになっとかな危ないハーブ吸ってる。危ないハーブ吸うレオン、やだな。うわー、これちょっと待って、最初に到達する村だ絶対。行こう、ここは結構な戦いがあったはず。うわー、リメイクされてんねー。あー、あのね、塔みたいなのもあんのよね。あ、めっちゃいるわ。なんか儀式やるからね、これ。何このマーク。F。あ、隠れるってこと。バードウォッチング。ああ、警官が祀られてる。なんだ、なんかできんのかこれ。お、注目できた。うわぁ。なんてことを。とんでもねえな。こいつら。これは許せねえ。これさあ、投げることできるのか。これさあ、全員倒さなきゃいけないのかな。やるか、ダッシュするか。でもできる限り、ちょっと3人一気にいけ、回線じゃー。あー、これあれか、やるしかないか。これあれだったね、目くらましだったね。おい、よっしゃ、いいぞ。3個当てたら大体倒れるね。近づきたい、いけいダブルキックだ。危ねえ、ナイフというか斧投げも健在か。よっしゃ、オッケー、倒れた。危ない、クソこいつ。よっしゃ、待てよ。やべえ、弾はあるけど回復アイテムがあんまりないから、いて、やばい。ナイフ、おお、すごいなこのゲーム。私ケース開いた方がいいなこれ。一回回復アイテムを使います。しゃあ、で、危な、ナイフ、あれ打ちたいな、投げてきたやつも打てるんだよね。弾く返すことはできないけど、撃ち落とすことができるから。おら、いいね、バイオ4だな、このみんなで倒れる感じ。
おい、投げてこい。打ち返してやるよ。投げ、うわー、くそ、惜しい。うまくいかなかった。お、なんだ、まさか出た、チェーンソーマンコラボ来た。出た、おー、リアルになったな。よりリアルになったな、チェーンソーマン。やべ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 、痛い痛い痛い、それはだいぶ痛いだろ。俺、え、敵多くね、マジで。ちょ、待って待って待って、これ待って、後ろからチェーンソーマン来てないよな。来てたら終わるくない、あいつ一撃なんだよな。ちょっと一回逃げていいっすか、こいつら。ちょ、待って、数多すぎる。ちょっとどいて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 、待て待て待て、一回ちょっと距離取ろう。待て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 、危ない、痛い、つま先に。ザダッサー今の死に方。ちょっと待って、え、難易度高。いや、完全に隠れた場所が悪かったね。家の中に行った方がいい、右に行かないようにしましょう皆さん。あ、待て待て、手合いじゃないって、そんなナイフで。わかるよ気持ちは、でもダメよ。はい、で、ある程度減らしてメドレーして、ある程度減らしてから、なんかどっか家の中とかに隠れるんだっけこれ。どれが正解だっけ。あぶねえな、こいつ。チケチケ、近い時のなんか銃の構え方が違う、進化してるめっちゃ。すごくね、銃の構え方こんな感じだったっけ。やばい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 、ナイフ刺して。なんで一回逃げるか。こことかに入るんじゃなかったっけ確か。あ、そうだやっぱり。おおあし、一旦ね、一旦立て直そうなあ。いや、出た出た、チェーンソーマン。おい、嘘だろ。おい、さっき見ただろ。やべ、上からも来んな。耐久戦だ。さあ、耐久戦が始まった。日頃の行い、そんな悪いんだお前。そんな悪いのな、何してんのこれ。もう大犯罪者レベルじゃないこれ。あ、これホールドした方がいい。まず塞ぐで、ナイフが来てます。ナイフ、チェーンソーマンが来てます。から逃げます。一回逃げて、金だけ取る。で、ショットガンの弾、ショットガンどこにあるんだっけ。あった、いただくぜ。いい、こいつはいいな。で、これは手榴弾か。よし、また最高だな。あー、まずいね。でも絶望を見たね今。よっしゃ、やばい、どけお前ら、どけ、どうせどうせ、俺をどうせ、逃げろ。そしてよーし、いったんね。オーケー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 、キリがねえな。待てよ、これ手榴弾も投げようか。行くぞ。え、待て、これは手榴弾を、え、どれ手榴弾当たるだけでもダメージ入るな、ちゃんと。いや、敵多いな、これ。あ、手榴弾1個だけしなかったのか。やーべえ、これキリがねえな。いてえ、こいつ。やべ、どうしたらいいんだっけ、これ。キリがない場合はどうしたらいいんだっけ。キリを見つけなきゃな。一回回復するか。使う。なんかどっかにあるんだっけ、行かなきゃいけない場所が。ほんとだよ、いい加減にしてくれ。あ、あ、あ、回復かけてもよっしゃ。あ、やばい、弾がない、危ない。待て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 、武器返して、ナイフ、危ねえ。ちょ、一回逃げよう。塔登るわけじゃないもんね、こっちの方だっけ。あ、なんかこっちの方だった気がする。戦いはできないんだよな、キリがないから。一応でも撃っとくか、ムカつくから、こいつらムカつくから。いやー、ダメダメダメ、チェーンソーマンだけはダメ。あいつだけはスルーしよう、あいつだけはスルー。よしよし、ここだここだ、絶対。あれ、上がれ、上がれんけど。待て待て待て、開けて、やばい、危ない、危ねえ。これ何、全員倒すんだっけ結局。ちょっと待ってくれ、想像以上に敵戦痛い。しゃがんでんじゃねえお前。え、全員倒すのこれ、忘れちゃった。こんな数多かったっけ、ここ。どんだけいるんだよ。ほんとだよ。あ、でも減ってきてはいんのか、一応。いやー、チェーンソーマン強えぞ、あいつ。弾かれてるもんな。すごい勢いで。よし、金めっちゃ手入る。
でも体験版だからな、金関係ないもんな。いてぇ、待て待て、これどうしたらいいんだっけ本当に。待てよ、おい、鶏が平和。ここ入るんだっけ。でも開かないよね。そうだよね、なんか持ってくんだっけ。いた、やばい、全て忘れてる。塔一回登るか、塔一回登ろう。何事も塔を登るとこから始まる。よし、金だ。さあ一人ずつ上がってこい。うわーにー、割れた、そんなことある。おやばすぎ。あ、金鳴った。そうか、耐久か、こうやって。あ、金鳴った、収まんだっけ。え、気まずい今のま気まずい。そっか、耐久か、ここ。そんな重いの、この斧。うん、誰？デネモス、ゲシャルビール。空耳がはかどりそうだな。そうだ、確かこの金に支配されてんだっけ。洗脳されてんだよね。これあのさっきのおっさんじゃない？不死身なんか。ついてけついてけ、レオン、ついて入れ、こんな中。いや、すごい。4鉄くらいしてるだろ。うわぁ、ちょっと怖いのレベルがぶち上がってんな、マジで。バイオハザード、ボーン。いやちょっとさ、いやあのリメイク前プレイしたことあんの、今テンパったもんな。これは楽しめそう。あ、終わりか。ということで僕は2350円獲得しました。はい、これで今日の夜ご飯でも食べようかな。うん、今食欲ほぼないけどね。サンキューオープニング。いやいや、こちらこそ。3月24日ですね、本編をお楽しみに。ということで、アシュリーにも早く会いたいな。ということで、ポッキーでした。また次回本編でお会いしましょう。じゃ、バイオハザー、バイバイ、はい。